地中の神が作りし世界サードピリオド、その中心エビリオス地方に存在するエルドの森。ある時その森から神の双子により放たれたのは7つの罪の象徴だった。色欲の刀、悪食のグラス、傲慢の鏡、怠惰の人形、嫉妬の双剣、強欲のスプーン、そして憤怒の鍵。それぞれの滞在は1000年にわたる時の中、さまざまな物語を描いていくことになる。その果てにあるのは世界の崩壊か、あるいは新たな救済か。大罪の器がもたらした7つの罪と罰の物語。すべてが終わった時、神は少年を地上に使わした。デノマニア、コンチータ、少年は歴史をたどるように物語の登場人物と出会っていく。そして彼はかつての自分の故郷に行き着いた。自らの姉と500年ぶりの再会を果たすために。王宮の中は人であふれていた。もちろん全員が生きた人間ではなく、魂となった存在たちだ。それにしてもここまで多くの魂がいるとは思っていなかったので、僕は思わず面食らってしまった。ここにいるのは王宮に仕えていた人間だけではなさそうだった。見知らぬ顔もいくつかそこにあった。そういえばここは王国崩壊後観光名所にもなっていたので、僕の生きていた時代とは違う観光客なのかもしれないとも思ったが、その人らの服装を見る限りそんな感じでもなさそうだ。彼らの着ている礼服やドレスはまさにルシフェニア王国時代によく見かけたそのままのものだったのだ。やあ、アーレン君じゃないか、久しぶりだね。誰かが声をかけてきた。聞き覚えのある男性の声だ。振り向くとそこには立派な身なりの眼鏡をかけた茶髪の男がいた。キール殿、懐かしいね。上で君だけは全然見かけなかったからずっと心配していたんだ。もしかしたら冥界の方に落とされたんじゃないかってね。フリージス商業連合創始、キール・フリージス。かつて飢饉に陥ったルシフェニア王国を救い、そして革命の際には反乱軍を援助した男。彼がどうしてここにいるのだろうか。僕が尋ねるとキールは少し困ったような笑顔を見せた。いや、娘たちがどうしても今夜の晩餐会に出たいって言い出してね。僕はその付き添いみたいなものさ。晩餐会って、はあ、アーレン、こんなところにいたすか。また背後から別の大声が聞こえた。今度は女性の声だ。その特徴的な喋り方のおかげで振り向かずともそれが誰であるかは察しがついた。シャルテット、そのメイド服は一体、君は侍従を辞めたはずじゃ。早くこっちに来て手伝ってほしいっす。今日は最大級に人が多くて全然準備が間に合ってないっすよ。ねえ、もうサボってるのか、どこにもいないし。さすがの侍従長もおかん無理っす。駆け寄ってきたシャルテットがやや強引に僕の腕を引っ張ってきた。お、ちょっと。相変わらずの怪力だ。僕は抵抗する間もなくずるずると引っ張られていった。かつての同僚シャルテット・ラングレーに捕まり、僕は訳もわからないままに晩餐会の手伝いをさせられる羽目になってしまった。侍従長、挿仁王への食事が間に合っておりません。なんですって。オルテ、アサン、急いでジェットストリーム配膳よ。はい。侍従たちは皆忙しそうに動き回っている。僕も調理の手伝いをしたり、できた料理を運んだり、客にお手洗いの場所を教えたり、シャルテットが床にこぼした酒を拭き取ったり、シャルテットがぶつかって開いた壁の穴を応急修理したりで、息をつく間もないほど働いた。500年も経っているのに、意外と染みついた仕事の勘というものは失われていないものだ。それはきっと他の侍従たちも同様なのだろう。おかげで晩餐会は滞りなく進行していたが、侍従長や他の知り合いに話しかける時間はさすがになかった。これは一体何のための晩餐会なのだろうか。客の中には見知った顔も多かったが、肝心の主催者の姿がどこにもなかった。そう、リリアンヌだ。今までの流れからしてこの晩餐会を開いたのはおそらく彼女だろうが、それならこうして人が集まっている理由が説明できない。リリアンヌは悪の娘。自国の民からも隣国からも嫌われている存在だったはずだ。王国がなき今、皆が彼女に媚びへつらう必要もない。ならばまだ終わってないっすよ。もう一つ大きいのがあるっすよ。シャルテットが叫んでいる。大きいの、まさか。こちらはリリアンヌ王女より皆様に贈る余興にございます。最初ミニスの言葉を合図に、僕は他の使用人たちと共にその代物を鏡の間に運び込んだ。客人たちが簡単の声を上げる。僕が運んだもの、それは巨大なお菓子の城だった。500年前、生前のリリアンヌが開いた晩餐会でも同じようなことがあった。リリアンヌのわがままで作られた傲慢の象徴。あの時リリアンヌはとても満足そうに笑っていたっけ。だが今回はその彼女の姿がどこにもない。僕は意を決して近くにいるミニスに彼女の取材を尋ねてみようとした。ミニス様、王女は今どこに？その時、異変は起きた。ダーン！その叫び声とともに、目の前にあるお菓子の城の中から黄色い物体が飛び出してきたのだ。皆が目を丸くした。おそらくは僕もそうだったのだろう。そしてさあ、ひざまずきなさい。クリームまみれになりながらも決め台詞を言い放つリリアンヌがそこにいた。